おはざーす。エフラン大学生ボットモザイクです。今日はですね、エフラン大学を廃止すべきなのかどうかについて考えていきたいなと思います。私個人はですね、偏差値37.5から40の、厳密にボーダーフリー、定員割れはしてないんですけど、世間的に見たらエフランな大学に通ってる、私立文系4年生なんで、個人的にはね、廃止されたら、ちょっと行く場所がないって言って困るんですけど、ただね、今回は、ちょっとそういったその個人的な事情を、ちょっとね、できるだけ抜きにして、ポジション、どうしてもポジショントークになっちゃう部分あると思うんですけれども、できるだけね、ちょっと中立に、客観的に考えていきたいなと思いますので、最後までお付き合いいただけると幸いです。はい、じゃあやっていきましょう。で、まず結論から言います。エフラン大学は廃止すべきじゃないと思います。はい。理由はいくつもあるんですけども、ざっくり言うと、そのエフラン大学に対して、すごい多額のお金が国から流れてるみたいなっていうのは、あれってほとんどデマで、で、エフラン大に通うような学生は高卒で就職した方がいいみたいなっていうんですけど、エフラン大に行くような人は、高卒で就職しても、大体うまくいかないし、エフラン大に通うっていう、そのモラトリアムの期間の中で、何か自分のやりたいこととか見つけられるような人が、いる、できる、現れるっていう可能性も含めて、エフラン大学を廃止する大きな意味っていうのは、そんなにないと思うからです。ではですね、なんで、エフラン大に通ってるような人間がエフラン大を廃止すべきなのかどうかみたいなことを考えたのかと言いますと、今ね、画面に映ってる通り、XQ、Twitter で、エフラン大学は廃止して、上位国立の授業料を無料にすればよいのに、丸というツイートがですね、もうかなりバズりまして、いいね1.4、インプレッション300、約50万。それが数日前のことなんですけれども、これに、追従するような感じで、このようなツイート。これ、計算してみたんだけど、ボーダーフリー大学、エフラン大学の中でも定員割れしてる大学ですね。141校の私立大学と、経常補助金をなくすと、年間230億円支出が減り、東大と京大、これがまさに上位国立、最上位国立ですね。の学費、計140億円と120億をほぼ無償化できるらしいといったね、そういったツイートも出てきて、それに対しても、一番近くいいねがついたりとか。このように、大枠としてそのエフラン大廃止で上位国立の授業料を無料にした方がいいみたいな、そういうことに対して結構ね、賛同の声が集まったわけですよ。もちろんね、これに対する批判っていう、批判の声もね、ありまして、そういった投稿っていうのも最後の方に紹介させていただくんですけれども、こうしたこのエフラン廃止国立無料の流れに対して、私がね、感じたモヤモヤポイントっていうのを、紹介させていただくんですけど、まず一つ目です。まず一つ目は、これはね、嘘の物語って私が名付けてるんですけど、この間違った情報に基づいた発信だったりとか、そのデータ、統計を使っても、その統計を、恣意的な運用をして、自分の主張につなげるためにおかしな引用をしてたりとか、要はだから嘘ですよね。嘘の物語っていう。だから、間違った情報に基づいてますよってことなんですけど、ちょっとなんか小泉進次郎構文みたいになっちゃったんですけど、どこが嘘なのかっていう話だったり、どこが恣意的なのかって話なんですけど、まずこの三森さんが、自身でも認められてるんですけども、 BF 大学の私学補助金ってかなり少ないので、インパクトは小さいっていうふうに言ってるんですね。もうその通りで、こう141校の助成金を全部なくしたとして、その上位国立すべての授業料無料なんてのは無理で、東大と京大の学費が、ほぼ無償化できるみたいな、そのレベルであって、そのエフランク大学に、大量の予算が、投入されてるみたいなっていうのは、それはなんかその印象操作であって、嘘の物語なんですよ。これに関して、エグザマさんっていう、学歴専門家兼 YouTuber みたいな方がいらっしゃるんですけど、その方がですね、いい投稿されてまして、世間のよくある誤解で、ボーダーフリー、エフランク大学潰せと主張する人の論拠として、私立大学と経常費、補助金が投入されていると主張しています。さっきのところにもありました。しかし、
正しい意味でボーダーフリー、F ランク相当の大学には補助金は投入されていませんよとか、まあ、こういったね、これを文科省のウェブサイトを引用して、まあ、投稿してる。まあ、つまり、なんかその国が F ラン大に大量にそのお金を、補助金を出してて、まあ、そのせいで、国立の大学の学生が困ってるみたいな、ちゃんと勉強してるような学生が困ってるみたいなっていうのは、まあ、ちゃんちゃらおかしいわけですよ。はい。まあもちろんこの F ランっていう定義を、まあ、広くして、まあたまにいるじゃないですか。2等コマ線は F ランとか、まあ8は F ランはまああんまりいないですけど、まあ、いるじゃないですか。2等コマ線 F ランじゃないのになんか2等コマ線 F ランだっていう人とか、まあ、そういう感じでこう F ランをこう拡大解釈した場合、まあ確かに補助金とかっていうのはあると思うので、そういう意味では、まあ、補助金は導入されてるのかもしれないんですけど、そういったその最初のこの厳密なちゃんとした意味の F ラン相当の大学っていうのに補助金導入されてないですよと、全く導入されてないですよっていうのは、まあ、さておき、あ、それはちょっと言い過ぎなのかもしれないですけど、まあ、さっきの三森さんの計算でも、まあ、全部合わせたとしても、まあ、2校ですよ、2校の学費を、まあ、無償にするぐらいしかならないっていう。でまたですね、この文章だけを見るとなんか何も勉強せず勉強する気もなく遊んでる人たちの集まる大学は決して、まあ、ちゃんと勉強する、もう勉強したくて集まってる、そういったそのしかも国立大ですよ、私立じゃなくて、まあ家庭の事情だってそのお金的な問題、金銭的な問題で、あのその家庭は裕福じゃないけど勉強したいみたいな、あのちゃんと真面目に勉強したいみたいな、そういう人たちに、ま、お金を回しましょうみたいな、そういう風なこうなんて言うんでしょう、ニュアンスがというか、そういう風なイメージ像がこうパッて現れるというか訴えてるじゃないですか、この文章は。でもですよ、それに対しては鋭い指摘があって、上位の多数の子は裕福家庭の子ですよ、上位に入れるだけの知見力をつけるにはお金がかかるのが現状ですという風に、まあ、指摘されてる方もいらっしゃるんですね。でこれって、まあ、単になんかその勉強できる人っていうのは所詮家が金持ちなんだみたいな、その、まあちょっと そこだけ聞くとなんかひがみっぽいんですけど、まあ、ちゃんと、まあ、データにも表れてるんですよ。これあの、畠山さんっていう方が書かれた、まああの、大学受験の政治経済 の参考書の中に書かれた表をちょっと引用するんですけど、このデータの大元の出典が、社団法人関西社会経済研究所、資産課税についてのアンケート調査、2011年1月31日、ちょっと古いんですけどね。あのこれを見るとですね、年収1500万円以上の子供、1500万円以上の親を持つ子供の約 40%、4割が半数近くですね、東大などの旧帝大、医学部総計に進学してるよ。ということで、基本的にその偏差値が高いような人っていうのは、まあ、実家も太かったりするんですよっていうのが、まあ、統計的に出てるわけですね。まあ、こうしたあの事前の知識がないと、なんかすごい貧乏な苦学生と、もう、遊んでもう全然その勉強しないけど、まあお金はあるみたいな、そういうの F ランって基本私立、基本っていうか普通に私立なんで、私立大にしか使わない言葉なんで、まあその私立のやつっていうのを対比させて、なんか国立の人たちかわいそうだよねみたいな、そういうことを伝えるようなことなんですけど、これがまさに嘘の物語、印象操作で、まあ、間違った情報に基づいた発信なんですよね。まあ、それが一つ目、大きく、まあ、もやもやします。まあ、もちろん、なんかその、モザイクみたいな、まあ、その、実家太いけど、まあ、頭悪いですよ、みたいなパターンもあるんですけど、まあ、基本的には、あの、僕の大学でもね、奨学金借りて進学してる人も結構多いので、まあ、決してね、その、まあ、お金はあるけど、まあ、頭悪い人が行くのが、まあ、F ラン大っていうのも、これも間違ってます。はい。で、これが、まあ、一つ目の嘘の物語のもやもやポイントなんですけど、で、二つ目ですね。二つ目は、種の選別と差別意識ですね。うん。だからこの文章って、なんだろう、その、勉強もしないお金はあるような人っていうののせいで、勉強したい、勉強ができる、真面目に取り組んでる、苦学生が困ってるよ、だからお金を回してあげましょうね、みたいな。そうした、こう、ちょっと、あれじゃないですか、すごい路悪的かっていうと、そこまで路悪的な文章じゃないと思うんですよ。うん。F ラン大行ってるやつはなんか全員死んだ方がいいとか、そんなことは言ってないわけじゃないですか。でもですよ。でも、これっていうのは、やっぱりその種の選別を感じるんですよ。で、おそらくこの人って、いや、F ラン大廃止したら、通ってる人がかわいそうじゃないですかっていうような反論に対して、こう答えると思うんですよ。いや、高卒で就職なさればいいじゃないですかと。その方がいいですよと。うん。
高卒での人材を求めてる会社もありますし、高卒で就職すればいいじゃないですかっていうふうに言うんですよね。でもですよ、でもそういうのって、その高卒の就職状況とか、高卒就活についての知識、まあ僕も全然ないんですけど、もちろんこのミーさんも全然なくて、なんとなくそれで買い、売り言葉に買い言葉的に返してるだけで、結局、こう F ランダイに通う、F ランダイに入るような、まあ、無気力系な人が、高卒で就職 しようとしても結局うまくいかないよっていう、で就職仮にできたとしてもその先うまくいかないですよっていう、そういう、まあ、大きな問題の本質に全然目を向けてなくて、まあ、結局だからFランダイ廃止するっていう風に言い換えてるけど、まあ、要はこの文章って、まあ、無能な人間は死んでくださいねと、無能な人間は死んで、まあ、勉強ができるやつか、あの実家が裕福なやつに有利にするような、そういう社会にしましょうねっていう、そういうメッセージなのにかかわらず、なんかその社会、いい社会にしようみたいな、そういうその偽善性があるんですよ。だからその勉強ができない、だからメリットクラシーですよ。メリットクラシー的に能力が低いやつとか、そういうエフランに通うような人だったり、まあ学習障害、発達障害、知的障害、そういうのがある、境界知能、そういうのがある人に対する尋常じゃない差別意識、まあ、努力が、まあ、できない、根気がないような、まあ、そういう人間に対するもうとんでもない差別意識があるのにもかかわらず、まあ、あの無能な人間死んでくださいって書かないわけじゃないですか。無能な人間死んでくださいって書かないで、F ランダイ廃止して、上位国立の授業料を無料にすればいいのにっていう、すごい共感を、お涙頂戴的な、この後半の文章もつけてるっていう、まあ、そこがめっちゃ燃えるんですよね。正直に言ってくれれば、まあ、怒りますよ。怒りますし、それは良くないと思いますけど、まだいいんですけど、そういうなんかその、差別意識っていうのがあるの、あるんだけど、その差別意識っていうのを差別意識としてこう X 上に投下するんじゃなくて、あたかも国立の授業料無料みたいな、そういうなんか社会を良くするような政策みたいな、甘い砂糖でコーティングしてるけど、中はドロドロの差別意識みたいなこともそうですし、あとさっき言ったそのメリットクラシーに基づく種の選別みたいな、そういうのがすごいね、不快感を感じるんですよね。いやお前何様だよっていう、そのだからこうエフランダイに通うような人はもうあの国は一銭も出しませんよと、一銭も出さないし、まあ、そのところに行く人は高卒でなんか勝手に就職してくださいと、で就職うまくいかなくてもそんな知りませんよって、そういうことじゃないですか。そういうその種の選別をしてるのにもかかわらずさっきも言ったようにその砂糖で偽善的な政策だよってそこでコーティングしてる、そこがまあムカつきますよね。3つ目、これは問題を解決する気がないということですね。なんかさっきも伝えたように、国立の、上位国立の無料授業料を無料にするっていう、そういう政策的な、つまり社会を良くしようよ、政治をやろうよっていうことを言ってるの、主張してるのにもかかわらず、結局それは砂糖で、この人が発信したい、この人が思ってることっていうのは単に能力のない、勉強ができない、そういった人間、そういう種を選別して、そういうやつをポイとゴミ箱に捨てる、差別する。まあ、そういうことを、まあ、愚痴的に、愚痴をただそのまま書いてもバズんないし、誰も見ないから、そこに、こう、政治だよ、社会政策、社会を良くするよっていう、そういう砂糖をまぶしてる。まあ、それだけなわけで、結局、その政策も砂糖なんですよ。なので、問題をちゃんと解決する気っていうのはなくて、単に、まあ、ツイッターとかで、自分よりも能力が低いとか、自分よりも頭が悪そうな人を、まあ、バカにしたい。F ランダイに通う人間を、レッテル貼りしてバカにしたいような、まあ、そういうね、SNS 中毒者のいいねを集めるためにこう作ってるこう人工砂糖というか、まあ人工甘味料みたいなもんですよね。それなので、あの全くこの政策っていうのは、まあ表面のコーティングに過ぎなくて、まあ、ちゃんと何かこう社会を変えようとか良くしようといったものに基づいてのこの後半部分の主張じゃないということですよ。はい、これ結構東大の学費値上げに対するまあその反対と、まあ、その反対に対しての、まあ、霊障だったり反対の動きとも結構似てるんですけども、まあ、東大の学費を値上げするって言った時に、まあ、それに対して、まあ、あの良くないって反対をする声もあるんですけど、それに対して、いや、それに対しての反対、つまり値上げ賛成派もいるわけですよ。で、値上げ賛成派の主張っていうのは結構東大に通ってる学生なんて、まあ、さっきも僕が出したデータと同じで、だから裕福な人の割合多いじゃんと、なら別に学費値上げしてもいいじゃんっていう、そういう主張なんですけど、まあ、こういう主張もまさにこうさっきのこれと同じで、問題をちゃんと根本的に解決する気はないんですよ。だって東大の、あの
東大に裕福な人の割合が多いというか、まあ裕福な人、まあ厳密には裕福な人の中で東大に進学する人の割合が多いが正しいんですけども、まあでも実際問題東大の中に裕福な家庭出身の人っていうの割合は多いかもしれない、他の大学に比べてね。それは結構そうだと思います。でもそうじゃない人も当然いるわけじゃないですか。東京大学とはいえそういうね、難関大学と、あそこの超日本最難関の国立、日本最難関の大学とはいえ国立大学なわけですから、その、まあ、慶応とか早稲田とよりも東大に行きたいと、その学費的な金銭的な面でそっちに行きたいですよみたいな、そういう人もいるわけじゃないですか。まあちょっとこの際ちょっと東大と早稲田が上か下かみたいな、そういう話はちょっと全く東大総計が上か下かみたいな話は全部置いとくにして、私立に行くか国立に行くかで、まあ、国立国公立一択だよみたいな、まあ、そういう事情のあるあんまり裕福な家ではないと、まあ、中流家庭だったりとか、まあ、場合によってはそんなにお金がないような家出身の子もいるわけじゃないですか。まあ、だから東大の学費値上げに関しても実家の家庭の事情を見て学費をある程度こう変動させるっていう、まあ、それが真の公平というか、まあ、それがいいと思うんですけど、まあ、そういったそのアイデアを提唱する人っていうのは ほとんど見ないですし、まあ、そういった議論の流れにならないんですよ。まあ、それってやっぱり結局その、まあ、今回はねこの東大の学費値上げ3000杯をやりだめに上げさせていただいたんですけど、やり玉に上げさせていただいたんですけど、問題を解決する気はないんですよ。うん、結局、まあ、そういうことを言う人っていうのは、ね、まあ、わかりますよ。東大っていうなんかそのエリートみたいな人が、まあ、大衆バカにしてるって構造もあるからわかるんですけど、それその東大のエリートとか、その東大の金持ってるエリートみたいなのを攻撃したいっていう気持ちがあるから、まあ、結局、その問題を解決する気はないっていう。まあ、もちろんね、まあ、そんなこと言ったら、いや、モザイクさん、あなた今なんか偉そうなこと言ってますけど、あなたのね、過去の動画10本なんか強者男性批判してるけど、あなたもね、問題解決する気ないんじゃないですかみたいな言われたら結構ね、痛いとこついてくるな、みたいな感じなんですけれども、まあ、今回に関して、今回のね、このミーさんの投稿だったりとか、まあ、エフラン大批判、国立の授業料無料の賛成の声のこの流れに対して言うと、まあほとんどのね人がまあ問題解決する気ないと、まあ、特にこのツイートに関して問題解決する気ないから、まあだからかね、こんなある種無責任なことが言えちゃうよと、まあ、こういうことで、まあすごいねダラダラ話しちゃったんですけど、まあ平成 37.5 の脳みそが話していることなので、ちょっとそこはちょっとご理解いただきたいんですけれども、まあモヤモヤポイントが、僕が不快感を感じたポイントっていうのは3つあって、まあ1つ目がまず嘘の物語だと、この間違った情報に基づいた発信だったりとか、恣意的な統計情報の解釈によって、まあ、その事実を歪めてますよと。で、その歪めた上で、こう、人の共感を得たりとか、心を動かすような、まあ、物語形式、物語チックにしてそれを発信してる、その悪質性含めて、嘘の物語っていうのが良くないってことが一つ。で、もう一つ。それは、種の選別だったり、種の選別、つまり、まあ、能力がない人、勉強ができないような人っていうのを選別して、そういう人が、まあ、どんどん苦しいような、そういう人を社会から排除していきましょうっていう、まあ、優生思想ですよ、思いっきり。思いっきし優生思想。かつ、まあ、差別意識があるのにもかかわらず、まあ、そういうふうには言わない。勉強ができないエフラン大学に通ってる人は死んでください。まあ、フワちゃんじゃないですけど、そんなことは言わない。上位国立の授業料を無料にすればいいみたいな大義名分、砂糖を使って、こう勉強ができない能力が低いような人っていうのを選別差別排斥しようとしてる、まあ、そういったその偽善性がまあムカつく。で最後3つ目、まあ、そもそもまあそういったその悪意から発されてるものだから、結局その日本の今の状況とか社会問題、境界知能の問題、発達障害の問題、まあ、そういうのが僕はもっとね、例えば努力ができる量だったりっていうのは、まあ、人によって変わってくるよみたいな、まあ、今度本出しますけど、そういうのとかって人それぞれ変わってくるみたいな、そういうのをもっと可視化されたら、まあ、よりね配慮が行き届くというか、まあ、ちょっと理想論入ってますけど、まあ、今よりはもっと、まあ、良い社会になるんじゃないかとか僕は思ってるんですけど、もうそういうレベルのことすらないっていう、全く問題を解決する気、社会を良くする気もないけど、ただなんか砂糖いいねを欲しいから、いいねを集めるための砂糖として政策を主張してるだけであって、問題解決したり社会を良くする気っていうのがまあ全くないですよと、まあ、それにもかかわらず、まあ、偽善的に社会を良くしたいですみたいなポーズを取ってるのがまあムカつくっていう、この3つになります。で、まあ、今回ね、今これここまで20分間は私の主張を主に述べてきたんですけれども、このツイートに対するまあ反論もあったので、まあ、それを紹介していきたいと思います。はいはい、レモネードさんのねツイートです。
この発想マジ危なくて、教育水準の最低ラインの最後の砦を保つのはいわゆるエフラン大なんだよ。東大京大とエフラン大の機能は似て非なるもので、東大京大は日本の代表として世界との競争をしてトップを引き上げるのが役目だが、エフラン大は教育水準の最低ラインを保つボトムを押し上げるのが役目と。まあこれに対する批判もありそうなんですけれども、まあ、結構その目的がそもそも違うから、だから結構なんていうか、さっきのね最初のそのツイートだけで言ったら、その東大と京大に比べて、まあ、劣っているエフラン大にお金が導入されてるのはおかしいですよみたいな、そういう話だったけど、そもそもそのエフラン大っていうのは役目が違うんだから、東大と京大とその比較すること自体が、まあ、同じ大学だけどおかしくないかっていう。まあでも結構ね、そこに関してはすごい筋通ってるなと思って、例えば車といってもなんかそのね、スーパーカーとかあるじゃないですか、そのもうものすごい速度出せるよう なんかフェラーリとか、ちょっとあんま詳しくないですけど、なんかブガッティと かそういうなんかそのスーパーカーとなんかその軽トラックとかその軽自動車みたいな、それ全くあれが違うじゃないですか、その目的もあり方も。なんかそのこの車は、この軽自動車は全然速度も出せないしみたいな、なんかハンドリングの性能がどうのみたいな、だからこの軽自動車っていうのは売る意味がないんじゃないみたいなっていう主張をしてきた人がいたら、いやそれは違うよってなるじゃないですか。そういうことを多分このレモネードさんおっしゃってるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、もちろんね、これに対してボトムの押し上げは義務教育でせいぜい高校までなんじゃないのっていう批判もあるんですけども、まあ、これは結構だからここに関しては正直まあ意見の違いですよね。まあ、例えばそのね、ドイツとかだともうすごい早い段階で進路を確定しちゃうみたいなあるんですけど、まあ、日本はそれに比べて遅いんですよね。でも正直それでも早い気がすると思うんですよ。まあ、私もまあね、やっと夏前頃ぐらいから就活を始めたんですけど、なんか自己分析とか言って、まあ、結局その自分が何したいのかね、全くよくわからないみたいな、なんかもうちょっと時間欲しいなみたいな、まあ、時間がねあればわかるかどうかっていうのはまあさておき、ちょっと早いんじゃないかって気もしたりするわけですよ。まあ、なんでまあここは結構まあポジションの違いなんじゃないかって気はするんですけども、まあやっぱり義務教育じゃないからこそそのボトムの押し上げができるみたいなところっていうのもまああるので、結構だから大学って割とその教授のカリキュラムとか割と自由だったりするんですよ。まあもちろんなんか単位を結構取んないといけないとか、まあ、意外とまあ自由度少ないし、私もね、まあ、留年しかけたんですけど、まあね、まあ、そういう点で言っても、まあ、ある程度自由なその教育でまあボトムを上げられるみたいな、まあ、可能性みたいな、学生の可能性を増やせるみたいな意味でもやっぱりそのエフラン大の価値はあるんじゃないかと思いますね。またですね、これは私のフォロワーさんなんですけども、このような批判もありました。ボーダーフリーの大学がなくなると偏差値が全体的に下がるんだけどということで、まあ、下をいくら取り除いたとしても結局下っていうのは生まれるから、これ意味ないんじゃないのって話で、これはものすごい鋭い批判ですね。結構なんて言うんでしょう、こう確か上位 20% と上位 10% と真ん中の上位 20% 下位 20% 真ん中 60% でしたっけ、ちょっと詳しくは分かんないんですけれども、例えばその動物の集団とか虫の集団とかでもすごい働く方の上位と全然働かない下位っていうのがまあ生まれるんですけども、下位を取り除いたところで結局その全体集団の中での下位っていうのはまた生まれるっていう、結局だからこう下を削ったところで、まあ、逆もしかりですよ、逆に上を削ったところでまた上はできるみたいなところで、まあ、結局その偏差値低い大学を消せば問題解決するよっていうのはさすがに荒すぎるんじゃないかって話ですね。はい。で、これあの有名な、これあのターマン文学とかそういった発信をされている窓際さん東編さんのツイートです。東大の学費値上げに便乗してるのか、エフラン大学を潰せという意見がツイッターでは定期的にバズるんだけど、運よく親ガチャに成功しただけのお勉強ができる人間が放つ潜在的な差別意識にめまいがする。はい、これはあの私が指摘してた差別意識のところですね。この文脈で真っ先に潰すべきなのは慶応義塾大学です。びっくりマークと。まあ、いうことで、まあ、これちょっとネタ入ってそうなんで、まあ、これ真剣にこれを分析するっていうのもどうかなと思うんですけど、まあ、文学的にね。なのであれなんですけど、まあだから要はあれですよね。まあ、エフラン大っていうその謎の、まあ、勉強できない人が入るとされてるその大学を潰すよりかは、まあ、運よく親ガチャに成功しただけでお勉強できる人間が、まあ、入る慶応義塾大学を潰した方がいいんじゃないですかっていう、まあ、そういうことですね。はい。まあ、これはまあネタだと思うので、あの真剣にこうどうのこうの賛成反対っていうのもちょっとおかしな話なんですけども、まあさすがこうターマン文学、まあ、慶応を出してくるあたり、まあ、さすがだなと思いましたけれども、
まあもちろんね、これ真剣に考えるとしたら、まあそのエフラン台を潰せっていうか、まあエフラン台に入る人の中で、まあ親ガチャに成功してしたけど、あの勉強できなくてエフラン台に入る人もいるし、まあ逆もしかり、慶応義塾大学に、まあ、親ガチャに成功しないような、そのお金がないような家庭から奨学金借りてすごい勉強は得意だったから入るみたいな、そういう学生もいらっしゃるので、まあ、一概にこうとは言えないんですけども、まあ、そのエフラン台、まあ、こういう理由とかでエフラン台潰せっていう意見がまかり通るんだったら、まあ、こういう理由で慶応大学潰せっていうこともできちゃうでしょみたいな、だからミラーリングですよね、だからおかしいでしょっていう、まあ、そういう皮肉が込められてて、まあ、すごいなと思います。まあ、これに対してですね、あの私のツイートなんですけども、まあ、あまりにもね、ネタついのちょっとセンスがなさすぎるので、もうちょっと窓際三等兵さんのツイートを毎日読んでね、勉強したいなと思ったんですけど、まあ、読み上げると、まあ、メリットクラシー最高、エフランに行く人は努力不足、びっくりマークということで、まあ、要は、まあ、皮肉ですね。まあ、わかりやすいんですけども、メリットクラシー、まあ、能力主義は最高、まあ、つまり、まあ、勉強ができないような人とかは、まあ、差別していいよと。で、エフランに行く人は、まあ、努力不足なんだよ。で、それでいいんですかと。そういうこと言いたいんでしょっていう、まあそういうことですね。はい。で、上もまあ同じような感じ。メリットクラシー最高、びっくりマーク。受験勉強できない人は努力不足ってことで、まあね、まあ、エフラン台入る人も別にその努力不足で入るっていうわけじゃなくて、複雑な事情から入る人もいますよ、みたいな。そういうことをまあ、案に思わせるようなまあツイートなんですけども、ちょっとね、窓際三等兵さんのツイートに比べると、まあ、あまりにもね、質が低いので、ちょっと恥ずかしいですね。はい。はい、他にもですね、エフラン大学、お前だったのか。多くの国民に読み書きそろばんや情報リテラシーを仕込んで社会の安定に貢献してくれたのは、エフラン大学はぐったりと目をつぶったままうなずきましたということで、これはあれですね、まさにあの有名なあの童話のゴンギツネを、まあ、もじってるんですけど、まあ、エフラン大学は、まあね、実はそのバカにされてるけど、まあ、意外とね、あの大きな役割を果たしていたんだけど、それをね、潰されてからじゃないと気づかない、この私たちのこの愚かさみたいなのをその文学チックに表現していて、こうめちゃくちゃね、あの、面白くて、ちょっとさっきのね、あの、見せたあの、ミミズが這いつくばったような私のツイートに比べても非常に質が高くてね、ちょっと感動しますね。はい。で、まあ他にもですね、まあ過激な主張もあります。これトップ2個のために多大141個を潰すという国が滅ぶレベルのきついジョークではなく、いいぞ、やれと思ってる脳みそ、テロリストのアホ層が思った以上に多いということなんですよね。日本人の平均は思っているレベルが低いのですということで、まあ、結構、まあ、一般化が強いんですけども、まあ実際問題、まあ現在、まあ、メリットクラシーの時代なんで、その勉強ができないとか、その努力不足だっていうふうに認定したら、まあ、いくらでも叩いていい。まあ、逆に言うと、まあ結構ホワイト化されてて、まあ、人間が持ってる加害性とか差別意識みたいなっていうのは、まあ、昔はだから人種差別とか、まあ今はもうやる人いますけど、障害者差別とか、でもそういうのって良くないっていう風になって、まああとはまあ LGBT 差別とかですよね。ただその中で差別が禁止されたホワイト社会でも、まだこうメリットクラシーによるあの無能力者、無能差別は、まだ今も現存されてて、まあそれがやっぱり今回ね、あのツイートでまあすごい表出したのかなっていう風に、まあ思いますね。はい。でね、まあ今回ね、すごいダラダラいろいろ話してきました。まあ、なんて言うでしょう。もちろん、まあ、エフラン大学って言われる大学の中でも、結構その、もう日本人の学生っていうのを集めるのをもう放棄して、とりあえず海外の留学生に対して、海外の学生に対して、そこにいるブローカーと協力して、あの、日本の大学すごいよと、日本の大学だよっていう風な物語、これも嘘の物語ですよね。そういう嘘の物語で、吹聴調して、若者連れてきて、それで定員を埋めて、で結局そういった就職支援もその勉強もほとんど何もせず、まあ、あの大学の校舎すら雑居ビル内で行ってるみたいな問題になった大学ありましたけれども、名前出すと東京福祉大ですね、まあ、そういったそのエフラン大と言われるような大学のまあ一部がまあ起こしてるというか、一部がやってるその愚行に関しては、まあ、それは今すぐやめるべきだし、そういうのは良くないと思うんですけども、一方で、まあ、地方の大学の選択肢のがあんまりなくて、国立落ちたら、まあ、その地方で有名な私立とか、まあ、そこの私立にも受からなかった場合は、そのいわゆるだからエフランの大学にしか行くことができなかったりとか、まあ、またあのその地方の私立が、まあ、家から通えなかった場合とかは、まあ、
もう自動的にそのエフランティオレの大学に行くしかないみたいな、そういう場合もあって、そういう学生のまあ受け皿になってたりとか、あとはまあ先ほどね最初の方にも述べたんですけども、まあ、結局その高卒で就職しようとしても、そのエフランダに行く人が就職できるかちゃんとうまくいくかって言ったら、まあ、必ずしもそうじゃなかったりとか、まああの、まあ、私もそうなんですけども、発達障害だったりとか、そういったその障害みたいなものを持ってる学生さんって結構いらっしゃるので、まあ、そういったその学生さんがまあ生きていく道として、まあ、必ずしも高卒に行ったらいいとか、大卒に行ったらいいとか、そういう、大卒になったらいいとか、そういうことって、まあ、安易に言えなくて、まあ、ただやっぱりその大学に行くことによって、まあ、4年間の猶予期間を得れるので、まあ、そういう意味でも、まあ、若干大学に進学しといた方がいいぐらいのレベルなんですけれども、まあ、それに対して、まあ、高卒で就職する一択みたいなっていうのとか、まあ、逆にね、まあ、あのエフラン大行った方がいいみたいな、そのエフラン大は、まあ、エフランでもその大卒だから高卒上とかそういうことでもないんですよね。だから もう少しその解像度の高い考えっていうのは結構必要になってきてて、まあ、少し前もねある、まあ、あの早稲田卒の女性インフルエンサーの人がマーチはエフランって言ったりとか、あとその確かその応印卒で、あれはなんだ、外銀かな、なんかすごいなんか経歴のあの女性のインフルエンサーの方がいらっしゃるんですけど、その方がまあ夫婦で YouTube チャンネルをやられてまして、その夫の方が明治卒なんですけど、まあ、明治っていうのは、まあ、普通の学歴、普通だから真ん中だから、その東大と違ってあれ会社内から期待されることもないし、まあ、エフラン大とかと違ってそのバカにされることもないからちょうどいい普通だとか言ってたんですけど、まあ、全く普通じゃないわけですよ、まあ、明治大学ってその一般的にその客観的にそもそもね、大卒の割合ってその日本でその2割とかなんですよ、データ的に言うと。なんで、まあ、その中で偏差値、まあ、60と65とかある明治が普通なわけないんですけれども、やっぱりその応印出てるような応印卒東大だったかな、そういう人だともうなんかもう自然になんかもうマーチはま普通みたいな、そういうなんかそのおかしい考えになっちゃうんですよね。でそういうなんかその狭い世界のなんかおかしい考えっていうのが結構そのインターネットだとエコーチェンバー現象的な感じで拡散されちゃう。でしかもそのバズっちゃったりするんでですけども、まあ実際そうじゃないし、その、まあ、世間の普通とは違うし、その世間の普通っていうそのなんていう感覚を持ってしても、まあ、さっきも伝えたみたいにその解像度の高いようなその深く考えた上での議論が求められるんですけども、まあ、エフランダで潰せばいいよねとか。まあとりあえず上位国立の学費を無料にすればいいよねとか、そういうのってその全然ねあの建設的じゃないし良くないと思うので、まああのねついついツイッターでそういうのに乗っかっちゃう気持ちっていうのは分かるんですけども、まあ、一旦落ち着いて、まあ、何が、まあ、本当真実というか、何が本当に社会を良くすることなのかとか、まあ、何が本当に正しいのかとかね、まあ、絶対正しいこととかってないと思うんですけど、まあ、この情報間違ってないかとか、まああのね、統計の誤謬が用いられてるんじゃないかと、そういうのを考えた上で、あの、SNS を見たりとか、発信をしていただけたらなというふうに、まあ、思いますって感じで、まあ、だいぶ長くなっちゃったんですけれども、まあ、最後までお聞きいただいた方は本当にありがとうございますって感じで、お疲れ様でした。まあ、何か意見があればね、コメントしていただければ幸いですって感じで、お疲れ様でした。ではまた。